レースクイーンオブザイヤー1314に選ばれましたのは佐野真也さんです。女として売れ時な色気、また内面から香り立つ熟ボディはエンターテインメント業界を牽引していく素材として期待できます。ぜひトロフィー贈呈の瞬間をカメラにお収めください。そしてプレゼンターを務めてくださいました青山めぐさん、ありがとうございました。5年間頑張ってきたことがすごく認めていただけた気がして本当に嬉しいです。これからも経験豊富な多種多様なポリバレントな即戦力として、具体的には今までのオブザイヤーの方々にはいないキャスター系を狙っていこうかなと思っていますので、これからも応援をよろしくお願いします。キャスター系ってもっと具体的に目標を教えていただけませんでしょうか。はい、現在ケーブルテレビのキャスターを務めさせていただいているんですけど、その経験をもとにこれからはもっとレポーターだとかテレビ局のキャスターになれたりだとか、そういう路線を狙っていきたいなと思っています。特にスポーツとか車とかにはこだわらない。スポーツは個人的にすごく自分もするのが大好きなので関われたらいいなとは心から思っています。先ほど熟ボディとありましたけども、具体的に体のボディでどういうところがアピールポイントなんでしょうか。はい、私身長が 171.5cm ありまして、結構レースクイーンの中でも長身の方なんですけど、自分で言うのはちょっと恥ずかしいんですけど、背が高いのでやっぱりこう足をこう、はい、何回も言うと恥ずかしいですね。頂戴いたします。Thank you.